ハヤトの風は、九州旅客鉄道が、吉松駅鹿児島中央駅間を、被殺線、日豊本線、鹿児島本線経由で運行する、臨時特急列車である。本港では、ハヤトの風と並結運転し、吉松駅で増解決を行って、人吉駅まで乗り入れていた、臨時特急、人吉ハヤトの風についても記述する。特急、ハヤトの風は、 2004年3月13日に九州新幹線鹿児島ルートが部分開業した際、九州新幹線に接続する霧島方面への観光列車として運行を開始した。当初は専用車に予備がなかったため臨時列車として運転されていた。2006年3月からは予備車が一両確保されたことで定期列車となったが2018年3月17日の ダイヤ改正で定期運行が廃止され、再び臨時列車となった。近年、JR 九州は南九州に多くの観光列車を走らせているが、その端所となった列車である。被殺線全体で見ると、八代駅吉松駅間では、2000年まで吉松からキット線を走る急行、エビノが運行されていた。またそれ以降も八代駅人吉駅間では、 2016年3月に廃止、運行区間縮小されるまで特急、熊川、九州横断特急が運行されていた。しかし、吉松駅よりも南の区間では、1978年に急行、矢竹が快速に格下げされて依頼優等列車の運行がなかった。早との風は、被殺線の吉松よりも南の区間には26年ぶりの 有等列車運行となった。また、2006年12月13日からは、人吉駅鹿児島中央駅間を直通する、人吉隼人の風も運行された。これは2006年10月から2007年3月に行われた、長崎 VS 熊本キャンペーンに伴うものだった。人吉隼人の風のダイヤは2日で一往復するようになっていて、一日目に、人吉駅行き、二日目に、 鹿児島中央駅行きが運行されていた。吉松駅鹿児島中央駅間は定期列車の早との風に並結して運行していた。戦術のキャンペーン終了後も時折運行されていたが、2007年11月に運行予定だった列車が定期の早との風が踏切事故を起こした影響で運行中止となり、それ以降は設定がない。 吉松駅鹿児島中央駅間で土曜、休日及び長期休暇期間中に1日に往復が運行されている。特急列車ながらワンマン運転を行っている。車内改札のため車掌が乗務することもあるが、車掌が乗務しないときは客室乗務員が車内改札を行うこともある。吉松駅発鹿児島中央駅行きの列車が下り列車で、 列車番号は 8021D8024D となっている。運行ダイヤは、下記の通り速達性よりも、観光面をより重視したものとなっている。1903年の日刷線開業当時に、建築された木造駅舎の残っている大隅横川駅、加齢川駅で、全列車が約5分間停車する。龍河水駅から鹿児島駅間の車窓から桜島が一望できる、 区間を助行で運転する日方本線では、早戸駅と鹿児島駅のみ停車し、その他の駅では、列車行き違いのための運転停車を行う場合がある。なお、人吉早戸の風は、早戸の風2.3号に連結して運行されていた。吉松駅栗の駅を隅横川駅、霧島温泉駅かれ川駅早戸駅、鹿児島駅鹿児島中央駅普通列車用の木波。 4 0軽機動車を特急仕様に改造した、キハ147,045キハ47,092の2両が専用車両で、通常はキハ47,092を1号車、キハ147,045を2号車としている。車両の検査時には1両を検査に出し、残った1両とイブスキ枕崎線の特急、イブスキの玉手、 箱仕様のキハ142,066を連結して運転している。車両はすべて普通車である。改造にあたり内燃機関や台車などは変更されておらず、最高運転速度も時速 95km のままだが、種車には高出力エンジン装備車両が選定されている。その後、イブスキのタマテ箱で使用されている。 木四47の改造車と同じく上下振動を低減するため加速度センサーにより検知された上下振動加速度をもとに制御装置が減衰力指令値を計算して可変減衰上下動ン波にその指令値を送り減衰力を可変させて上下振動を抑制する減衰力制御弁付きの可変減衰上下動ン波を台車の枕羽ネに装備され 車体には4つの加速度センサーと制御装置が搭載された。運行開始当初はキ、キハ147,045、キハ142,066の2両編成で、予備車両がなかったため検査や、故障時は運休となっていたこともある。ほぼ毎日運転していたが臨時列車の扱いであった。2006年にキハ47,092が、加わるとこれを1号車とし、 従来1号車だった、キハ147,045は、方向転換の上で2号車に変更。2号車だった、キハ142,066は、予備車となったため、ハヤトの風の臨時列車扱いは解除され、他客時には3両で運行するようになった。キハ142,066は、炭鉱運転が可能のため、人吉ハヤトの風にも用いられた。 人吉隼人の風が運休になった事故の際には、隼人の風の専用車両が一両しか運行できなくなったため、2号車に普通列車用のキハ40系を充当し、2号車には乗車券のみで乗車可能とする措置を取っていたこともある。2011年3月12日のダイヤ改正で、イブスキの玉手箱が運行を開始すると、キハ142,066は隼人の風。 イブスキのタマテ箱の共通予備車の形となった。2012年3月にはイブスキのタマテ箱仕様に改装されたため、早との風仕様の車両は運行開始当初の2両に戻っている。なお、運行開始以来1号車を座席指定席、2号車を自由席として運行していたが、2015年3月14日のダイヤ改正に伴い2号車の大半も、 指定席に変更され、自由席は2号車の8席及び1.2号車のフリースペースのみとなった。外観、内装旅客用車両としては珍しく、ロイヤルブラック一色に塗装されている。キハ40系機動車の団地型の改造であるため、デッキはなく、他の近郊系機動車同様に、窓は開閉可能である。内装は難燃木材を使用していて、 温かみのある内装となっている。後に追加で改造された、キハ47-8092の内装は、登場時から運用されている車両に比べ明るい、材質を使用している。車内は、既存の座席をすべて撤去し、フリーストップ式のリクライニングシートを設置。トイレの新設、エアコンの変更なども行われている。コモンスペースとして、車両中央に展望席を設置している。 伊佐ブロ新兵にも同様の設備を持つ車両がある。1号車にはサービスコーナーもあり、オリジナル記念品や沿線の名産品などが車内で販売されている。またこの特急列車の誕生を記念して発売開始された駅弁100年の旅物語か例川も販売されている。キット線の利用促進のため、宮崎県は平日チャーター補助制度を実施し、 宮崎県内及び、鹿児島有水町の団体、旅行会社に対して、早との風専用車両を平日に貸し切り、団体専用列車を運行する場合に補助金を交付している。ありがとうございます。